マルテンファン・ヘームスケルク、または、マルテンファン・ヘームスケルクは、オランダの画家である。多くの版画の原画も描いた。現在の北ホラント州のヘームスケルクの地主のジェイコブ、ウィルヘルムスズ、バンフェインの息子に生まれた。ハールレムやデルフトの画家の下で修行した後、1527年頃、ハールレムで、ヤンファン・スコーレルの工房で働くようになった。 ヤン・ファン・スコーレルは、オランダ出身のローマ教皇ハドリアヌス6世に招かれて、ローマで働いた画家である。ファン・スコーレルがローマから持ち帰った美術コレクションはファン、ヘームスケルクの絵のスタイルに影響を与えた。1532年に、イタリアに移るまで、教会の祭壇画や、肖像画家として働いた。1532年にファン・スコーレルからハドリアヌス6世の、数奇教。 ウィレム・バン・インクボワールトにあてた推薦状を持って北イタリアの町を経てローマに旅した。ヘームスケルクの優れた技量はローマの様々な画家の工房から仕事を依頼されることになりアントニオ・ダ・サンガロイル・ジョバネやバティスタ・フランコ、フランチェスコ・デ・ロッシ・サルビア・アティラと働いた。5年間ほどのローマ滞在中、ローマの古代彫刻や遺物、 ローマの遺跡や同時代の建築の多数のスケッチをして、それらは後に同版画として出版され、詳細な描写は美術史の資料としても貴重なものになっている。オランダに帰国後、ハールレムの三流化組合に入会し、主に教会からの注文で、祭壇画や絵画だけでなく、タペストリーやステンドグラスのデザインもした。数百点の版画の原画を描き、その作品は、 フィリップ・ハレやディルク・コールンヘルトといった有名な出版社によって17世紀になるまで何度か出版された。1572年にハレによって出版された世界の七不思議などが知られている。ありがとうございます。